皆さんに癒しの加護を。それ行きましょう、みんな。消えてく？よくわからねえけど、助かったのか？ダイダール様、これって…ええ、きっと騎士たちが…でしょうか。おそらくは魔力なし。ならよかった。っていうか、ただいま、みんな。シェフィーちゃん。ピッ。あ、シェフィーちゃん。シェフィー様。シェフィー。よかったー。おかえりなさい、シェフィーちゃん。シェフィー様、私も二度とお会いできないのかと。このバカ、バカ。勝手なことして、さんざ探させて、マジで死んでるかと思ったわよ、ぶっ殺すわよ。ごめんね、ごめんね、みんな。本当にありがとう。私のためにここまでしてくれて。いいんです、いいんですよ、そんなこと。ちゃんとこうして私たちのところに帰ってきてくれたんですから、シェフィーちゃん。本当に良かったですね、皆様。うん、ハッピーブー。うんうん、よかったね、よかったね。怪我でも。そういうわけじゃないんだけど。ナーナさん、安堵のあまり腰が抜けてしまったようですね。無理もありません。ホーチャン様、先ほどは大変助かりました。あの癒しのご加護のおかげで最後までアラクネと戦うことができました。なんのなんの、私は恩返しをしたまでのこと。しかし今ので貯めていた心力は全て使い果たしてしまったようです。ですが皆さんのところにたどり着くまで力を温存できたのは、ナーナさんが恐怖をこらえ荒くねの糸を避けて運んでくれたからです。大変良い働きでした。褒めて使わしますよ。ありがとう。おっと、そうです、アラクネから少しでも力を取り返さなくちゃ。皆さんに私を手伝う権利を。ほーちゃんさん、ちょっとだけ待ってあげてください。今はお兄さんたちやっと念願が叶ったところなんですから。
シェフィーちゃんお帰りなさい、ハグ。今度はケルちゃんもセットです。ペコリーヌさんたらやり返しちゃうんだから。ちょ、し、死ぬ。あんたたち、私をサンドイッチの具だと思ってんじゃん。ギャル様、大変羨ましいです。私たちもシェフィー様にぎゅうぎゅういたしましょう、主様。このツンツンとした、そしてひんやりとした翼の感触、紛れもなくシェフィー様でございます。コッコロさんからのなでなで、久しぶりだわ。シェフィーちゃんの太くてちべたい尻尾も久しぶりです。キュー。あ、もうペコリーヌさんってば。ちょ、もう限界。見てください、主様、ギャル様が歓喜の涙を流しておられます。シェフィー様のお戻りを喜ぶお気持ち、私も同じでございます。ちっか。許さぬ、許さぬぞ。せめてあの小僧だけでも。わっ、それにヤマト様、アルジ様をかばうとは。そんなんじゃないさ。ただこの雲のやつは気に入らなかったし、あんたたちに叩きのめされた借りも返したかったんでね。だから盗賊らしくあんたたちから奪ってやったのさ。とどめの美味しいところはね。ヤマト様、そのあくまで私たちの印象に過ぎませんが、今回のヤマト様たちはあまりにも普段のヤマト様たちらしくなかったように思います。そうですね、これまでのヤマトさんたちはどんな時だって楽しそうだったのに、今回は。んなことあるか。あんたらにお星様にされるたび腹渡煮えくり返ったもんさ。でも今だってそいつは同じだよ。何度も何度もボコされて腕は上がらないし、足腰だってガタガタさ。最後の種銭もあの雲にぶち込んじまって、もう戦える力なんてこれっぽっちも残っちゃいない。オケラってやつだよ、降参だ。あんた分かってんの？四世界の代表者に砲撃仕掛けて散々暴れて、降参したって「はいそうですか」ってわけにはいかないわよ。ああ、私のことは煮るなり焼くなり好きにしな。ただ一つだけ、妹らの玉だけは見逃したくんな。私の無茶に付き合わされただけだからね、あいつらは。やばい！うわぁ！ジャグ兄さん許して、ごめんなさいするから。ちょるる、じゃなくてありがとう、ザコ兄さん。大
ちょっとあんた、バカ言ってんじゃないわよ。こんなんで許されるわけないでしょうが。あの、すみません、私たちその、これまでいろいろとご迷惑をおかけしちゃいましたけど。そうなの？例えば。王家の装備を奪おうとしたり、ヴァンディシャーク号でお城を砲撃したり、魔物と戦っているところに乱入したり、温泉で勝負したりとか。改めて考えるととんでもないというか、開いた口が塞がりませんね。すみません、すみません。でもリリさんたちの言う通り、今回のお姉さんがいつもと違うっていうのは私も思ってて、いつも好き勝手する姉さんが誰かの命令に従うだなんて、教えてくれてもいいよね。何があったの、姉さん。紹介します、レディ。彼女がバンディシスターズの長女、ヤマト。独立した戦力としてこちらへ迎え入れました。よろしく。そこそこ腕は立つようではないか。小雲や糸で傀儡にした魔物だけでは心もとないからな。しかしその目、我に似たものを感じるな。宝の輝きを好む抜け目ない者のそれが。別に、私はそんなつもりは。弁明など聞くつもりはない。我を出し抜こうとしたなら、直ちにお前の妹たちを我が爪で引き裂いてくれようぞ。売れたザクロのごとくにな。やつのあの糸のせいだよ。いつもみたいに運に任せず欲かいちまったせいで絡め取られちまっただけさ。操られてやっちゃったとか言うつもり？あんたらには糸なんかついてなかったけど。たとえどんな理由にせよ、あなたたちを許すわけにはいきません。アネモネ様、人的な被害は最小限に済んだみたいですが、姫がいなければ最初に同士討ちを仕掛けられた時点で全滅していたかもです。この方々にも何やら事情はあったかもしれませんが、ネフィーネラさんもやられてしまったようですしね。ネラさん、なんともはや惜しい方を亡くしたものよの。姫、ご無事ですか？無事などでありんせん。下肢一万余にも耐える我が身が、ものの見事に全身大やけどのありさま、今ようやっと蘇生が叶った次第なに。よかった。ネフィーネラさんが死んじゃってたら、ジオゲヘナも大変なことになっちゃってましたからね。ペコリーヌ姫、騎士殿や皆様もかような不始末をさらしてしまい、誠に相すみません。それとモネや、ワッチが強いされたと思い心配したかい？してません。いえ、少ししましたけど。不意をつかれたとしたって
ちょっと動きを止められるくらいがせいぜいで、姫が本当に負けるとは思ってませんでしたから。いいないいな、あわや負けるところであったよ。お前様らに万一あらば、それすなわちわっちの敗着に他ならぬよ。そういえばカレイド・フェニックスの暴走した際も、ネフィーネラ様は私たちや臣民の皆様を守るために力を使っておられましたね。得てして攻め入るよりも守りかばう方が敵もの。こたびは先手を打たれ、敵の本陣が分かりかねたのもありまするが、勝てて加えてひとたび失われし小中の玉を再び取り戻すなど、いかにわっちといえど叶う試技にはありんせん。しこうしてシェフィードのと申されましたの、無事によみがえりを遂げられましたこと、嬉しく思いまする。あ、そのありがとうございます。多分この人は王族か姫、偉い人なのよね。でもなんで肌じゃなくてこんな格好なの？銀の体？鉄？っていうか私以外誰も気にしてないみたいだし、そもそもここってランドセルじゃないみたいだし、後でみんなにいろいろ教えてもらわなくちゃ。姫、ひとまずバンディシスターズの処刑の許可を。うん、主様たく首をはねてあがないとするは煉獄の世の定め。なれど騎士殿に壊れたとあらば、これなる賊らのジオゲヘナでの素行においては、騎士殿を守ったこととワッチとシェフィー殿の帰還をもって恩赦といたしんしょう。本当に僕たちのこと許してくれるの？なれどワッチの預かり知るはここまでに候。ウヌらが他の会にて犯せし悪行はペコリーヌ姫らに裁きを委ねるなり。ですよね。らしいけど、どうすんのアホリーヌ。そうですね、ライラエルさんやバイオレットさんの意見も聞かなくちゃです。被害としてはむしろあの二人の方が大きいと思いますし。でもとりあえず料理のお手伝いお願いします。もちろん自由の身ってわけじゃないですよ。でもクリアちゃんから聞きましたけど、若菜ちゃんってお料理得意なんですよね。それは姉さんたちが家事してくれないだけで得意ってほどじゃ。しかもお姫様たち相手のお料理なんて。そんなの気にすんじゃないわよ。つか気にする間もないくらいこき使ってやるんだから。じゃあ僕も。いいさ、飯炊きでも皿洗いでも何でもしてやるよ。負けちまった分は耳揃えて払わなくっちゃね。ですがそれほどに人手を要する大事なお料理なのですか？もちろんでございます。何せシェフィーちゃんおかえりパーティーですから。え
いつも通りね、ペコリーヌさん。それじゃあ、お言葉に甘えさせてもらっちゃおうかしら。聞きたいこともいっぱいあるし。宴会、歓迎。それなら私たちもお料理いっぱい頑張ります。いいですか、ネフィーネラさん。もちろんであります。元より会議の後には盛大なる晩餐を執り行う腹積もりでありますれば。ありがとうございます。それじゃあ行きましょう、シェフィーちゃん。皆さん、はい。クモの勝負どころを間違えたようだな。ウヌはワッチを、最も目障りなまぶたの小部下、あるいは真っ先に排除せねばならぬあだと思っていたやもしれぬが、ワッチにしてみれば、ウヌは一番の大事には愛ならぬ。ワッチの一大事は、あの愛らしき子らの神明なれば。それが守れるならば、ウヌをくびるはワッチの手でなくても一向に構わぬなり。かような心持ち、ウヌには百度生まれ変わってもわからぬやもしれぬの。暗い。血のゲヘナの各地から数々の宝を奪い、これほどのまばゆい輝きを集めても、我が心の闇は一向に晴れる兆しもない。なぜだ。何故に我はこのような世界に閉じ込められている。炎と魔物の荒々しく眼見なる大地、ジオゲヘナに。そして何故に我はこのような疑念と懊悩を抱く。我はジオゲヘナに生まれ住まうというに。否、我の生まれは地をゲヘナなどではない。我の住まうべきはこのような穴蔵などではない。魔法ではなく学問が極められた世界、数限りない電気の輝きが夜闇の暗がりを薄めた世界。そうだ、あるはずだ。あらねばならぬ。この世界の外のいずこかに我が生まれ育った本当の世界が、偶然に開く空間の穴などではまるで足らぬ。我が極を安全に通すには途方もなく大きな穴を開けねばならぬ。この世界が歪み、砕け散っても顧みぬほどの。しかし、空間への干渉は我の得手とするところではない。それに、そのような目立つ所業を行えば、必ずや我の邪魔をしてくるであろう、あの黒金の姫が。許せぬ。憎らしや。
よかった、退避させるのが間に合ったようですね、レディ。御用聞き、貴様が我を空間跳躍させたか。はい、オンミが消滅したように装うのは少々苦労しましたが。貴様にしては見事な働きではないか。口をしや、我としたことが価値を焦るあまり身を乗り出しすぎてしまった。だが黒金の貴様の弱みはもう把握した。次はこうはゆかぬぞ。貴様の大事な大事な臣民どもを貴様の目の届く外で一人一人捕らえてくれる。御用聞き、貴様にもまた働いてもらうぞ。お断りします、レディ。何？あなたがプリンセス・ユースティアナたちを抹殺しランドソルへ渡り世界の管理者を目指すなら、それを利用すればよかったけれど、そんな虫の息のありさまとなったあなたに肩入れしても得られるものは何もないでしょう。ならば。何をする、御用聞き。そう、私は御用聞きでしたが、そのロールはもう終わりです。となれば、これまでの賃金を精算させていただかなくては。お題は、そうですね、シックスカラミティ2体分の力で結構です。少々傷ありの完全とは呼べない品ですが。貴様、我が蔵からくれてやった宝物の数々では足りぬと申すか。ええ、まああれには品性に欠けたクライアントから命令を受ける精神的な苦痛への手当が含まれていませんでしたから。ああ、大負けに負けて、ジオーニブルヘルへの出張費は査定に入れないでおきますよ。あの世界ではドラゴン族の少女の魂だけでなく、得られるものがとても多かったので。そう、私の叶えたい願いのための、世界を革命するための、オルペース計画のための。ああ、もう聞こえていませんか。ではさようなら、レディ。永遠に。慣れ親しんだ味、染み渡ります、本当に。姫様の無事を伝えるためにジオテオゴニアまでひとっ旅して、ついでにいろいろ食べ物を持ってきましたから。ささ、シェフィーさんもどうぞ。
どうもありがとう。クローチェさんだったかしら。はい、ライライル様のシュバリエのオートマトンのクローチェです。オートマトン？あなたの世界にはそんな種族がいるのね。実はジオテオゴニアでも珍しいんですよ。腕とか取れちゃいますし。ほら、うわ、どういう体してるのそれ。ヴァイオレット姫、負けていられませんよ。私たちも外しますか、腕。外しません。グレイスったら。そのことはまだ騎士様とだけの秘密ですからね。ふむ、であればわっちが体を分離させる程度の手順は朝掛けの駄賃にあります。張り合わないでください、姫。はしゃぎすぎです。何をか言わんや、モネ。はしゃぎもするというものよ。騎士殿のご家族を取り戻し、こうして宴に招くことができたのだからの。ネフィーネラさんってお呼びしていいのかしら。こちらこそ本当にありがとうございました。国を挙げて協力してくれたってペコリーヌさんたちから聞いたわ。礼になど及びませぬよ、ペコリーヌ姫や騎士殿には恩義あり、名役もありますれば。なかんずく、わっち個人としてもお前様のごとき素直で愛らしき子を救い出せたこと、まことに嬉しく思いまするなり。ありがとう。そういえば騎士の人は。彼も今向こうでお礼を言っている最中みたい。私を、その今回は助けてくれた人に。騎士官、私は塔の誉れを通じて D 型検体を守っただけ。大したことはしてないよ。彼女は私と私の中にいたミネルヴァが調整した端末ロスとしてアバターが消えた後でもうまく干渉できるかは分からなかったけど。ごめんなさい、知らないの。ソルの塔には戻っていないのは間違いないけれど、騎士君が望むなら探す方法を考えてみるね。でも違う世界に防御魔法を届けるために随分消耗してしまったわ。もうしばらくの間は休まないと。騎士君の力になりたかったし、それに D 型検体、あのシェフィーという子、彼女が再々構築から騎士君たちを逃がしてくれたから、騎士君の記憶がリセットされることもなかった。だから騎士君は再会した時私のことを覚えてくれていた。あの時己を犠牲にした彼女は、そんなつもりはなかっただろうけど、私は感謝している。だから借りを返したかったの。本当はもっとずっとおしゃべりしていたいけれど、もう魔力が尽きてしまうみたい。それじゃあね、騎士君、また。今のミソラは今の私に前みたいによくしてくれるかわからないけれど、でも
をしてみたい。私も。お兄さんとエリスさんのお話、つい立ち聞きしちゃいましたけど。エリス様、物静かで柔らかな女性という印象でしたね。その生中に信じられません。あの方が私たちを端末にした方で、世界を滅ぼさんとした存在で、しかも人工知能であるとは。そうですね、きっといろいろあったんだろうなって、複雑な気持ちになっちゃいます。ミソラさんに対してもですけど。あれ、そういえばプレシアちゃんは？つい先ほどまでこちらでサンドワームの茹で肉を召し上がっていたのですが。どうしたの？あなた、私の顔に何かついてる？グレシアちゃんだったかしら。クローチさんが持ってきてくれたマカロン、美味しいわよ。食べる？追加？あ、おかわりならまだたくさん。姉1名追加。姉って私？ヨロです。よろしくね。だってそうじゃなくて、初対面なのに姉なんて。お兄の妹同士なので。お兄、ひょっとして彼のこと？私は別に妹っていうわけじゃ。あと端末同士なので。シェフィー様、改めましてアルターメイデンのギルドマスター、リリと申します。同じくクリアです。私たちはこの姿を見てもらうのが早いと思うんですけど。そうだったのね。私も黒い天使のシャドウと戦ったからよく覚えてる。あなたたちも私と同じエリスさんの元端末。それじゃあこのビースト族の子は。兄さんのギルド、レイジレギオンにいたアゾールドってビースト族の人の娘さん？愛縁起縁というのでしょうか。不思議なものですね。かつて助けていただいた兄様のお仲間、しかも端末だった方と、こうして宴の席をご一緒させていただくなんて。はい、シェフィーさんが助かって本当に良かったです。お兄さんもずっと内心では張り詰めていましたから。ええ、ありがとう。兄様？お兄さん、ひょっとしてやっぱり彼のこと？私たちはその敬意と親愛で兄様とお呼びさせていただいているだけで。シェフィーさん、おいくつですか？14歳？それじゃあこの4人だとリリちゃんが一番上ですね。シェフィーさんもリリちゃんをお姉ちゃんって呼んでいいんですよ。呼ばないでください。あとハッピーちゃん
あなたのペット？珍しいわね、羽の生えてる豚なんて。あと、ギリー一匹。お、大きい。あっ、ピーキュピーキュピュ。おにぎりちゃんもシェフィーさんのことを好きになったみたいですね。あと、はーい、誉れお姉さんです。誉れさん、シェフィーちゃん元気？飲んでる？ノンアルじゃないとダメだぞ。ええ、冷やした炭酸水を。それよりも誉れさん、無事で本当に良かったわ。しかもまた助けてもらっちゃったみたいで。私は今回は裏方しかしてないよ。まだまだ本調子ってわけじゃないからね。まあそれはそれとして、彼とシェフィーちゃんにはお礼にまたたくさんアシスタントしてもらう予定だけど。ええ、任せて。ただ悪いんだけど、すぐには難しいかも。兄さんや他のロストした人たちを助けなくちゃいけないし。うん、分かってる。こっちはいつでも OK だからね。それにシェフィーちゃんのお兄さんが復活したらバトルするのもすっごく楽しそうなんて。え、誉れさん？やだ、冗談冗談で。もう、あ、そういえば、何何？向こうにいるジオテオゴニアのメイドの子たち、ドラゴン族みたいだけど、誉れさん、声をかけないの？もう、ブルムってば、食べ過ぎよ。ペコリーヌさんほどじゃないけど。いや、だって多分この宴会終わったらジオテオゴニアに戻りじゃん。そしたら当分こっちの料理食べられなくなるし、ちょっと食いだめしとこっかなって。とか言って、ここだと給仕のお仕事しないでいいから楽とか思ってるんじゃないでしょうね。もう口元もこんなに汚して。ほら、拭いてあげるからこっち向いて。はいはい、世話が焼ける妹ですみませんね、お姉さま。あー、うーん、ぶっちゃけしたくな、じゃない、しなくていいかなって。カヤちゃんたちの報告じゃ、あの子たちはギャングの庇護なんていらない幸せな生活をしてるらしいし。それにあんな右も左もわからない頃の原稿を見せたのは一人だけだし、どういうつもりで作っちゃったのかな彼女。嫌がらせ？誉れさん、調べなくっちゃだね、彼女が今どうしてるのか。それにミネルヴァのことも。それじゃあね、シェフィーちゃん、今度遊びに誘っちゃうからよろしくね。あ、はあ、行っちゃいましたね。疾風怒涛、まるで嵐のような方でした。まだお礼を言い足りなかったのに、ありがとう誉れさん。モネや、肩に力を入れることもなかったであろう。この竜族の女性も黒バラの女性も力は底知れず、
なれど聡明であり、また騎士殿のお味方であらば、敵対などはせぬなり。ウヌも成長したとはいえ、まだまだ人を見る目を養わねばのう、モネ。姫が善なるものではないとか言うからです。それに成長なんて別に。大丈夫よ、姉モネさん。誉さんはちょっとかなり怪しい人かもしれないけど、悪い人じゃないと思うわ。あなたも騎士の人の仲間だけあってお人よしみたいですね。そうです、これ渡しておきます。これは薬？ゲヘナオケラソウとかマンドラニンジンとかを使った消化を助ける薬です。他の世界から来た人たちを観察していて最近分かったんですが、ジオゲヘナの食事は慣れない人には刺激が強いみたいで、だから念のため薬を。蘇ってすぐ戦って体調も万全とは言い難いでしょうし、一応。ありがとう。あなたってすごく親切なのね、姉モネさん。そんなことは。あります。シェフィーさん、分かってますね。姉モネさんはすっごく優しくていい子なんです。お花が好きな人に悪い人はいませんから。違います、誤解やめてください。よよよ、あのモネにこれほど多くのご友人ができて、和気あいあいとする様を見られようとは、長生きはするものだの。違いますから、怒りますよ、姫。私の救出のためにお世話になった人にはこれでもう一通り挨拶をさせてもらったかしら。そうですね、あと誰かいたかしら。しながら走ってきてるあの人も姉モネさんたちの仲間なのよね。違います、全然、全く。あ、タナンちゃん。あらあらあら、お元気そうですわね、おたんこナンナさん。私のビューティーな背中に不意打ちかけておきながら、お口からおソース垂らしてオーディナーなんて、いいご身分ですこと。いや、ごめんねごめんね、カノンちゃん。でもでも、カノンちゃんが死んじゃわなくて本当によかった。おなめじゃないですわ、ポンコツウサギが。あなたなんかの斧でこの私様がどうにかなっちまうと思ってるんですの？ありえませんわ、斧とですわ、斧だけに。そんなことよりも、どちらにいらっしゃいますの？私やナーナさんを操ってくれたレディーアラクネは、私様の華麗なるマンティコア流毒殺剣術でおぎゃふん、オーマイガーと言わせて差し上げますわ。シックスカラミティがなんぼなもんじゃい、おたま取ったらですわ。もう倒してしまいましたけど。